まあ、町を知っていただくということで、はい、いろいろと、イベント組んでおりますので、やっぱりこう地元で、ね、こう活躍してくれる将来の、ね、こう人たちを育てていこうというところでも、まあね、いろんなこう教育もされているというところなんですが、うん、ちょっと、人数が減ってきたんですけれども、また今、協力の顧問を迎えまして、徐々に力をつけていく。この時間はふるさと学習名張学の展示パネル展示がですね行われております。はい、名張中学校長の中森と申します。はい、よろしくお願いいたしま す。まずは学校の様子を知ってもらいたいということで、紹介ビデオをぜひここで流させていただければなと思いました。はい、ヒヤバンが来ました。ヒヤバンがヒヤバンがヒヤバンも来ました。最初に来てくれました。ヒヤバンヒヤバンも来ましたね、めちゃめちゃ元気目立つ本番中に乱入してくるっていうね。はい、今日はですね、この名張ストリートフェスタ何時からのご出演になるんでしょうか。はい、もう間もなく11時25分からです。うん、はい、はい、あと1時間をもうないぐらいですね。はい、そうです。はい、になりますけれども、はい、ランポレミエの選手やらせてもらってます北森文也です。よろしくお願いします。北森さん、よろしくお願いいたします。そうですね、185センチぐらい185センチ。みんな高いんですか、やっぱり。そうですね、日本人でも一番高くて195センチぐらい。だからこう普段ね、車通ってる道をなんかこう思いっきりバーって歩けるこの感じがちょっと楽しいじゃないですか。お祭りに来たな。はい、でこちらやってまいりましたのが近畿大学工業高等専門学校。いろいろと面白いものが並んでますが、ここは何をやってるんでしょうか。こちらは KV バイクと、エコラの展示の方をさせていただいております。はい、それで、はい、お願いします。こちらはホンダのスーパーカブのエンジンを使って、どれだけ燃費を伸ばせるかという競技なんです。自家焙煎のコーヒーということで、今まさにね、入れてらっしゃいます。すごくいい香りがしてて、はい、こういろんなね、商品を持ってきていただいてますが、どういったものがあるのかで受付とかしてます。もう一つは手作りのちっちゃい小袋関係ですね。これも持ってこさせてもらってます。入り口のところに来たのがインドネシアのお店ですね。書いてあります。インドネシアの焼きそばって日本の焼きそばと何が違うんですか。味ここね、チャイ、タンザニアチャイと、はい、サンブーサと、マンダーズ